ずたにしろ。似てるな。かっこうちの息子もさ、ブティーブやってから、なんか今度茨城の大会に出るって言ったよ。私たちもハッピーです。ありがとうございます。ライカムで買い物が終わって、これから放課ジムでトレーニングに行きます。2リットルの水とガツンとみかん、77キロカロリーしかなくて、タンパク質ゼロ、脂質ゼロの炭水化物20、最高モンスター米っ子うわ楽しみだろ。乾杯。あ、それそう、それで慎太郎さんから、急遽カメラを借りてます。ありがとうございます。多分3ヶ月ぐらい戻ってこないかも。よし、修理出すの。あ、これ、うん、これ壊されるんでしょう。ご飯を作るんですけれど、マリアに胸肉が。トゥルフェルフェルフェル、犬のレンタセル、センターのレンタ、鉄砲で。開けてくれた。うい、すまんね。せっかくトレマイカーボ食べたんですけど、ちょっとあまりにも天気が良すぎるので、先に海行っちゃうという話になってしまって、で、慎太郎さんが今日釣り竿をまた持ってきてるので、 Vlog で何回か釣りしてるんですよ、慎太郎さん。それで1回はね、いつか当たるんじゃないかなという願いを込めて、毎回ルアーを頑張ります。真面目真面目、そういう積み重ねが一応いつか。でもまだ付け方分かってないんだよね、この人は。なんかよくやってるけど。で、この後どうしますか。でも結構さ、太陽浴びて光合成して元気出てきた。花咲きそう。花咲きそう、うん。花咲きそう。ごめん、ジム行こう。ジム行きます。じゃあとりあえず、保護ジムに向かいたいと思います。何トレしよっかな。背中やる。いいね。じゃあ背中で、はい、飲み物じゃんけんしましょう。最初よくじゃんけんし、はい、こうでし、よっしゃ。最近弱いね。お、いいことがしてる。自然にやめた。いただきます。やっと弁当時間です。うわ、日差しがいいな。やっぱすぐ汗かくね。もう少し日進めば夕方からね、ポコジムで今日サンセットで、サンセット綺麗そうだね。あとでサンセット見に行こう。行っちゃったんだ。何を求めてたんだよ。
son of Zeus. はい、今背中トレーニング、集中して結構あかっこいいね。やってスケボーもやって両立だ。結構集中して追い込めたんじゃん。ちょ喋らせて。で、まあ背中スケボーはしつこいしつこい。この夕方からこの雰囲気がめっちゃいいの、わかる？この茶炭のこの雰囲気めっちゃ好きなんだよね。落ち着く。いや落ち着きはしないか。一人で掴んだ。喋り相手いないからさ。ちゃんと弁当を持ってきているので二人でね仲良く海でね二人きりで食べたいと思います。偉いよね。俺らってマジでいいよね。いい関係性だと思う。ちょっとこのカメラでは伝わりきれないんですけど、めっちゃいい夕日です。これを見ながら伝わらない弁当タイムですよ。伝わらないね。何？何食べるの？絶対思ってない。思ってる。お疲れ。お疲れ様です。俺のやし、俺の YouTube やし。そうだよ。新太郎さんからめっちゃいい、綺麗画質、すごい画質。マジで、うん、ちょっと待ってよ。弁当食べ終わりました。で、これからもう解散して、今日はゆっくりお家に戻りたいと思います。で、編集を先に終わらせて、また明日上がる。ちょっとハードル上げすぎ。あ、ごめん。頑張るから。分かった。まあ、また、この動画のんびり見てくれたのかなと思います。ありがとうね。これからも。今日二人で切磋琢磨したね。え、俺も言ってさ。あ、ごめんごめん。まあ、終わりです。それではね、この動画良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。お互いモチベーション高く頑張っていきましょう。アイムジャストだ。だって、ちなみにここで慎太郎さんバイトしてました。ね、つけ。あ、嘘なの？ああ、嘘ついた。びっくりドンキは本当遠い昔。でもね、もう30になるもんね。早い。最低。いただきます。美味しそう。これ何？ハンバーガー。メルティダブル。ガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュです。わ、しかもあれよ、あのメルティーに惹かれた、わかる？ A&W か。わかる。いただきます。どんな？チニューマン、うん、なんかハンバーグの味がなくて、なんかソースで美味しくなったみたいな。それいいの？なんかこってりで味をごまかしてる。ハンバーグの素材の味はしない。いいね。ということ。じゃあめっちゃ味濃いんだ。失礼かな俺今。いやいいんじゃない。思ったこと言ったらいいんじゃない。美味しいんでしょだって。美味しい美味しい。うん、カロリー何キロカロリーあんだろうこれ。何食べるんですか慎太郎さんは。うわ聞いてみたい。超健康的じゃん。朝、今朝の10時40分です。10時40分。